皆さんこんにちは。先は僕はですね、ここは、はい、とてもね、釧路でも有名な観光地ぬさまえ橋に、ね、来ております。はい、前にも紹介したの釧路のモニュメントね、僕の指の向こうにありますけどもね、最近ね、観光客の人もちょっとずつ戻ってきて、まあ、だんだんね活気が戻ってきた感じがありますね。まあ、今日僕は別にこの観光地に来たわけではなくてですね、はい、タイトルにね書いてある通り、コロナウイルスのワクチンですね、それの1回目の接種を、受けにね来ました。これから行くムーっていう、観光、スポットではあるんですけども、上の階の方に多目的用のねそういう部屋があって、どうやら僕はここで受けるとのことです。まあ、思えばですね、ムー行ったことあるんですけども、上の階は行ったことないのでね、ちょっとどうなってるかはね、よく分かっておりません。まあ、現地に行けばなんとかなるでしょっていう。はい、そしてぬさまえ橋は今日はすごい綺麗にねライトアップされてますね。でも風が強いから波の音もすごいですね。で、このトンネルを抜けていけばもうすぐね、ムーの1階の、エバーグリーガーデンですか、熱帯植物園にね行くことができます。で、今回ねワクチン受けるにあたって持っていくものは、事前にね記入した予診票と、あと事前に送られてきたのチケットですね、シールのやつ、それと、免許証、これをね、持っていくみたいですね。まあ、みたいですって、これもしね間違えたら大変なんで、ちょっとね何とも言えませんけども、まあでも一応、事前に持っていくものリストの中では全部ね、書いてあったんで、これで大丈夫でしょう。さあ、ここですね、あ、向こうに書いてますね、多目的アリーナ5階ですね。その5階でねワクチン受けれるとのことです。まあ、さすがにね内部の方は撮影はね許可はされてないので、はい、またね終わったらちょっとね動画録画再開したいかなと思います。おー、そしてこうね、今もう、あ、夕日がねちょっともうだいぶ向こうの方に行っちゃってましたけども、さっきまでもう少しね夕日綺麗だったんですよね。で、あれは遊覧の観光船ですかね。観光船はまたちょっとずつね、あの風に戻ってきてるんですね。はい。ぐーっと最後にパンして、これがね、釧路の夕方から夜にかけての、ぬさまえ橋のね、景色となっております。やっぱこうして見るとなかなかね、いい景色ですよね。はい。じゃあ、またね、後ほど動画再開します。はい、1回目のね、接種が無事、完了しました。いや本当会場自体はですね非常に、空いていまして、でも中に入ってね予診票とか全部渡して、本当にもう流れ作業のごとく先生が来てすぐにワクチンブスッと左腕の方にね刺して、まあ本当にものの数秒でね、完了しました。でその後ね30分くらい、待機したんですけども、特にね何もなかったので、今ね無事帰ってきました。ただちょっとね刺した時に腕っていうよりかも少し指先とかで、ね、そういったところがちょっと痺れるかなっていう感覚はあったんですけども、まあ、多分ね気のせいですね。うん、針もね本当にすごい細い針で、でもう刺してから、注射する量も非常に少ないので、あっという間にね終わりました。なのでね痛いのが苦手な人でも多分これは、大丈夫かと、はい、思います。まあまだね打ってからそんな時間も経ってないので、もうちょっとなんかね経って、副反応とかね、ま、そういったものがねありましたら別途ね動画にしようかなと思っております。はい、それじゃあまたね1日くらい経ってから、動画撮ってみましょうか。はい、ワクチン接種からねちょうど1日経ちました。打った方の左腕なんですが、まあ、ちょっと腫れてるかなっていう感じで、少しね動かすと、まあ、痛いっちゃ痛いですね。別にこう痛いからって全く動かせないっていうわけではなくて、まあ、ちょっと肩のトレーニング頑張った次の日くらいの痛みではあります。うん、であと、熱に関してとかはね一切出てないので、まあ、ちょっととりあえず1日ね様子見て、もう明日から普通にね、動こうかなと思っています。まあ1回目なんでね、そんなに僕自身はその副作用ってものはなかったんですが、接種会場でも医師の方から、2回目のね接種はかなり副作用が強いから、まあ、そこは覚悟してくださいっていうふうに言われたので、まあ、ちょっとこの後ですね、ちょうど来月あたりの頭かなに、受けるワクチンがねどうなるかってところが少しね気になるところでは、はい、あります。まあ、今回1回目はねそこまで僕はね副作用は、なかったという話でした。まあ、もうねこんな、時期になってしまったのでね、さすがに皆さんもねワクチン打った方多いかと思うんですが、まだね打たれてない方ね、おりましたらね、まあ、こういったことの参考の一つに、していただければ嬉しいです。もちろん本当にね副作用っていうのは千差万別で、
まあ、すごくね痛みが長く続く人もいれば熱がずっと続く人もいるらしいので、まあ、何とも言えないんですけども、まあ、そうね参考の一つにしてみてください。ここまで見ていただきありがとうございました。この動画がね皆様も何かの参考になれば幸いです。で、今後もですね、まあ、ちょっとこういったねワクチンの話とかね、打った後の話とかありましたら、していきますので、チャンネル登録してくれると嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。